お疲れ様です。速稼塾の暗号通貨ニュースでございます。3月2日になりましてね、まあ全銘柄上昇中なんですけどもね、1月におすすめした柴犬いかがですか？0.0014からかなり急騰を告げていて倍以上になったと思うんですよ。まあ3倍まではいってないんですけどもね、特にこの3ヶ月で見ると、まあ、一番値上がりしたのがこの1週間だったかなっていうところと、あと1年で見るとね、こんな感じです。この1年だけでも相当に値上がってますよね。でも驚くなかれ。これね、最初から考えると、急騰したところが0.01にタッチしそうなところでしょ。だからまだまだね、上昇のポテンシャルあるんですよ。そう考えていくと、柴犬をこれからもね、応援していきたいなと思うわけですけども、上がるか下がるか私にはわかりません。ね、一貫して言っておりますけども。この柴犬をお勧めしてるのは、まずね、目立つコイン、可能性があるコイン。実質的に50万倍になってるわけですから、イーロン・マスクさんにも覚えがあってね。また、イーロン法が爆発しかねないということも限らないでしょ。その可能性がはらんでるコインであるってことと、今ね、ものすごく安いわけですよ。だから、これチャンスがあるんじゃないかなっていうのと、あとまだまだね、他にもね、なんでかっていうの理由はあるんですけども、一番大きな理由が、暗号通貨初心者の方でも、これ日本の取引所で買えるわけですから。だから売買が軽減できるでしょ。特に1月に私の放送を見て柴犬を1万円だけ買ってこうとかね、1000円だけ買ってこうっていう風な感じで、私の方にね、暗号通貨の取引所どこで買ったらいいんですかとかね、やり方を教えてくださいみたいな問い合わせが結構ありましたけども、もう今月になって3月になって含み益みんな持ってますからね。で、売りたい人はもう売ってますし、売り方をね、聞いてきた方にはお答えしましたけども、みんな利益でしょ。で、そこじゃないんですよ、でも。つまり、暗号通貨を買いました。で、値段を気にしました。儲かったんで売りました。この一連の作業が、まずはできたでしょってことなんですよ。それが大事なんですよね。で、いきなりね、値上がった通貨を見つけて、それを買ってもね、結局日本円にできなければ同じですから。例えば、2月にお勧めした白サイってコインがありますけども、白サイってコインね、まあこういうふうに上がったり下がったりしてるわけですよ。で、基本的にはね、この含み益を取ることは簡単です。私の2プライスっていうルールであれば、みんな含み益なんですよ。ただ、どこで売るんやとかね、どうやって売るんや、どうやって法定通貨日本円に持ってくるんやみたいなところで結構つまずいてるでしょ。で、どうしてつまずくのかってことは、今までもね、放送で何度も何度も申し上げましたけども、結局下の方を行って、どこで買えるんですか、白サイはどこで買えるんですかって、こうやってね、ユニスワップ V3 イーサリアムで買えますよって、これリンクも貼ってるわけですよ。だから、ここだけ見てて、下にもずらさずにね、ここもクリックせずに、もう超素人なわけですよ。でも、素人をバカにしてるわけじゃなくて、こういう経験を通じてね、とりあえずやってみましょうってことなんですよ。1000円でも1万円でもいいから、とりあえずは日本円から白サイにする。白サイから日本円にする。この動作が、まずはね、基本動作なんですよ。これができるようになって初めて、じゃあ本格的にちょっとね、10万円ぐらい持ってきて投資しようかなっていうふうな順番なんですよ。昔、ノアコインっていうコインがありました。ね、わけのわかんないコインだったんですけども、あれをね、ただ買って儲かるかもしれないっていうふうに考えた人もいますけども、じゃあどうやって今日本円にするんですかって言ってからね、当時熱を込めて買った人に聞いてもわかんないわけでしょ。中にもね、カルダノエダっていうのをプレセールで買った人がいますけども、結局、あれをね、バウチャーのまんま、期限が切れるまで忘れてる人もいるわけですよ。まあ、つまり、せっかく、ね、800倍とかを引き当てたのに、自分が持ってることを忘れてしまってるというね。まあ、そういったことにならないように、常に自分がどんな資産を持ってるのかってことを意識することと、どうやったらそれを、私たちは日本に住んでますから、日本の法定通貨に持ってくれるかってことを、常にね、これ、ちゃんとできますかってことなんですよ。その基本動作をやることが第一歩ですよ。で、投資をするのはその次なんですよ。でしょ？ そういうふうにしてね、まずはユニフォームを着たり脱いだりできること。それが暗号通貨の取引ができるってこと。それからですよ。練習したり試合するのはね。だから、白サイのコインでせっかく含み益取ったんだけども、でも、決済できなくって、ただ指をくわえて眺めてるだけみたいなことになっちゃうわけでしょ。だからそういう経験を通じて、ああ、自分は初心者なんだなと。じゃあ、何から手をつけたらいいのかなっていうふうに、外堀を埋めていって、その次で、儲けようかなとかね、損が出そうだなっていうことなんですよ。はい。じゃあ今回は以上です。とにかくね、柴犬が儲かってよかったですねってことです。柴犬は日本の暗号通貨取引所で、売買いつでもできますんで、一番ね、
実際の利益を取りやすい通貨ということで、今年1月に紹介しましたってことでございました。それでは。